こんにちは、着物初心者のさあやです。そして今日も学長先生に来ていただきました。よろしくお願いします。先生、どうしたの？助けてください。帯が結べないです。じゃあ私が、はい、教えるので、ちょっと自分でやってみてください。あ、ぜひぜひ。じゃあいつもね、お太鼓やってるので、はい、今日ちょっと私変わった帯結びしてきたんですね。はい、おー、すごい。っていう結び方なんですけども、この結び方、はい、やりますか。え、自分でも大丈夫。じゃあクリップを真ん中と自分のね、はい、左の方に合わせてセットして、セットしたら、はい、あ、そうだ先生、ちゃんと帯枕とかもいろいろ持ってきました。帯枕ね、これじゃダメ。え、ダメなんですか？だってね、薄い、これの半分ぐらいのね、薄いやつじゃないとダメなのね。はい、じゃあ、ないか。じゃあ、今日は購入ですか？いや、こういう紙を折って代用しましょう。この幅ぐらいにね、折ってくれたら、はい、ここにね、上の方にちょっと厚みが欲しいので、はい、今ね、30仮紐とかがあったら、ここのところに真ん中に入れて、はいはい、で、ここに帯揚げをかけてください。帯揚げをかけて、ここね、まあ、そのまま普通に作っちゃっていいんですか？大丈夫です。このぐらいのね、あんまり広くないようにこのぐらいの幅で、お札ぐらいの感じ。そうですね。ちょっと、そしたらここで、はい、これを、そこからはもう普通の帯揚げ、ね、そう、じゃあ帯枕、枕にね、で、ここのところね、ちょっと動いちゃうと困るので、はい、ゴムでね、ちょっと止めてあげてくださいね。あ、そっか。普通の帯枕ってこのガーゼの、ここがあるから。ここあるんだけど、これ帯が一つじゃもうちょっとね、ここが持たないので、これがあった方が。それと、あと真ん中にもちょっと厚みが欲しいので、三十カリブとかがいいですね。はい。じゃあこちらを脇に置いといて、はい、じゃあ帯締めね。はい。ではまず、ここですね、はい、75センチぐらいのところを取りますね。75センチ、はい、大体、はい、75ぐらいのところを真ん中のクリップに挟めてください、はい、真ん中のクリップ、はい、でもその脇のクリップを挟めますね、はい、でらこちらの方のね、手先の方を肩にかけて、はい、体に巻いていってください。はい、巻いていく、はい、巻いていきますね、はい、はい、よいしょ。そしたらね、きちんとここね、沿わさせてあげますね。はい、そしてここもう一度クリップ止めてください。はい、止めます。で、もう一度体に巻いていってください。はい。はい。そしたらね、ここのところでちょっと押さえてますね、帯をね。はい、たら肩から帯を下ろします。下ろしたら真ん中から出てきたクリップを外して、だいたい腰骨のね、ちょっと内側あたりなので、はい、ここを止めたらば、これを左のクリップの方に寄せますね。で、それからここね、腕の方を一回内側にして、手先の処理をしますね。半分に。はい、半分にね、折ってね。で、こちらの方の垂れ目方も半分に折って、上じゃなくて、帯の上で結ばれるように、これを上にして結んでください。手の上を上にして、はい、よいしょ、はい、そしたらキュッと結んだらば、ちょっと先にキュッとしますね。で、はい、からこれをちょっと開いてあげて、左耳に折りますね。はい、そしたらここのところをクリップで留めますね。わー、手の部分を開いてね。で、はい、ここも留めてください。はい、でここの幅は帯幅は30センチなので、はい、30センチぐらいの幅になるんですけど、狭いね、これだとね、こうなっちゃうからね、はい、でちょっと少し開いてあげますね。クリップの位置を、クリップの位置を、はい、そしたらここね、結んだところがあるのでギューッと開きますね、はい、で開いたところから40センチぐらいだから手まっすぐにしたぐらいの長さかな。そうだね、はい、はい、じゃあそこに、はい、さっき折りました、はい、枕、帯枕、帯枕ね、この中に入れますね、はい、はい、入れたらば両端持ってここに預けて、クリップの内側に、クリップの内側に、はい、こうして、で、後ろで、後ろで結びますね。固まってって難しいです。はい、そしたらね、はい、今
今度はさっき40センチのところだったよね、はい、次はここから40センチ弱のところに内側に帯締めを入れる。ちょっとだけさっき腕全開伸ばした状態でしたよね、うん、はい、でそこで自分のお膝を使ってそこでね 5,6 センチのジャブラを作ってってください。うん、そうです、はい、うん、お膝使うとね綺麗にできるからね、うん、よいしょ、こんな感じ。そうですね、それでもう一回もう一回やって大体このでここ帯締めのところからこのタグが15センチぐらい、15センチに取れるんですね、大体このぐらいかな、はい、そしたらこれを全体を持っていってさっきこのお羽の下に入れて、はい、巻き上げるっていう感じで巻いてる帯幅の真ん中まで帯締めを持っていったら後ろで結びますね、うん、はい、じゃあ後ろに持っていって最初肩が固まって上から結んで、ありがとうございます。体が硬い。はい、じゃあここでね、2人結びをしたら、はい、お、すごい、なんだか形が、うん、できてるね、はい、お、すごい。ではこのクリップ外しますね、外したらここね、お羽をきちんと下に下ろしてあげて、うん、整えたら、はい、出来上がり。早い。お、こんな感じで、さっき作ったひざがここに蛇腹があって、これを押し上げてくれてるのでね、うん、こういうふうなとこでね、綺麗な、はい、帯結びができましたね。ありがとうございます。はい、と、はい、いうわけで今日は学長先生に帯結びを教えていただきました。ありがとうございました。はい、なんかこうやっぱ見た目はすごい難しそうで、うん、できるのかなと思ったんですけども、やっぱ学長先生の助けもあり、こう無事に完成させることができました。うん、ね、アレンジとかもあるんですね。アレンジはね、はい、この枕入れたところの帯を内側に折ったり、はい、外側に折ったり、片側だけ折ったりっていうのができますので、はい、結構自分でいろいろアレンジはできます。じゃあその枕を入れるタイミングで、そうですね、いろいろ、はい、アレンジはできる。はい、ぜひぜひ皆さんもいろいろアレンジして楽しんでみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもぜひぜひお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。